はい、こんばんは。どうも。あ、グリちゃんハートありがとう。どうも。あ、たかゆきもハートありがとう。どうも、こんばんは。何時間でも待つ。じゃあ5時間くらい待っててくださいね。よろしくお願いします。長野みやびです。よろー、いはおつ、ありがとう。でも言うてね、今日そこまでやることなかったって言ったら変ですけど、そう、あの曲数とか少なかったから大丈夫。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。今日も可愛いですね、ありがとう。この頃毎日来てくれるね、なちゃさん。覚えちゃった、アイコンとかと一緒に。どうも、話していきましょう。でも今日あれなんですよね、ちょっと早めにやってるから前髪薄くしてなくてね、ちょっとそこが気になってるって感じですね。はい、可愛いって毎日言われても嬉しいかい。当たり前じゃない。そりゃ嬉しいよ。コンサートまで1ヶ月切ってる。あ、そんなんだっけ。あ、でもそっか、今日もうあれだもんね。うーん、気にせんでええんじゃ。前髪ちょっと気になっちゃう。そう、気になっちゃうね。25日の会場でおしゃべり会、何を話そうか考え中。全然もうさっき食べたご飯の話でもいいし、何でも待ってます。前髪は切ってないよ。今日も可愛いな。ありがとう。今日も可愛いね、行ってみました。良きことですね。でもなんか短くなった感じがしますよね、前髪。なんだろうね、ちょっと巻いてるからかな。ねえ、癖毛というか、ちょっと上に浮いてるんだと思う。ここ点良かった、ありがとう。しかも初見だ。ありがとうございます。嬉しいね、やっぱ公演良かったよとか言われるのも嬉しいです。ありがとう。グリちゃんまたハートありがとう。どうも。はい、まつげも上がっとる。でもね、あれですよ、マスカラとかしてない。してないからね、まだ。うん、たかゆきありがとう、音符も。どうも。ショールーム始めたの最近なので、あ、最近なんだ。こんな可愛い子長時間見れて最高です。ありがとう。嬉しいね。って感じですね。愛知県美少女代表みやびたん、こんばんわさビーフ。考えてた、それのコメントするの。今日来てくれないのかなって思ってたら、すごいいいコメントするじゃん。みやびが一番可愛い。ありがとう。でプリオも言ってますね。乗ってきた。今日髪サラサラ感マシマシでよき。おー、ありがとう。全然何も変えてないですけどね。なんだろうね、プリオ今膝の上にいる。そう、でも今日事務所行ったじゃないですか。そう、その時にね、そう、なんかあの電柱というか、まあそのとこに、そう、なんかね、結構大きめの雲がいてね、
そう、ちょっと怖かったですね。しかもなんかちっちゃい檻みたいなのにクマモンが入ってて、なんか捕らえられてたんですよね。何言ってるか分かんないかもしれないけど、私も見た時びっくりしたもん。クマモンびっくりしたもんって、ちょっと陰を踏んだね。ノーマルシロポンで食べました。あ、いいね。ね、何入ってるんですかあれ。中何も入ってないの、ノーマルのは。ほんと何言ってるんだ。いや、分かんないかもしれないけど、ちょっと人形のくまモンがいて、そのくまモンが檻の中に入ってたの。そう、誰かがしたんでだと思う、マネージャーさんたちの。もうなんか机に置かれてた、それが。なんでか分かんないけど、多分ね、見ないとわからないと思う、私が言ってること。そう、でも本当だから、幻見たわけじゃないから。シロポンでただただもちもち。あー、中は入ってないの。今日休みなんでシロポンで4つ食べました。おお、結構チャレンジャーじゃん。いいね、美味しかった。なんか今日は白ポンで食べた人がじゃあ2人いるってことですか。そう、クマモンね、捕まってた。でもちゃんとね、そのクマモン洋服も着てましたね。下は履いてなかったけど、うん、とらわれのクマモンだった。そう、でも結構ね、クモが私苦手だから。そう、まあ虫苦手だからね、本当に無理なんですけど。そう、だから一人でね見たんでね、ちょっとね、なんかすごい恥ずかしかった。下履いてない。そう、下はなかったですね。ズボンとかスカートも履いてなかった。まああのあれです、あの心が綺麗な人にしか見えないスカートは履いてたかな。洋服も着てたもん。カスターアーモンドが一番おいしい。へー、あのアーモンド乗ってるやつですか、ポンデリングの。へー、そうなんだ。みやび見えんかったんやろ。いや、私が見えたよ。私だけですね、見えたの多分。っていうと、あのメンバーの心が汚いみたいになるんで嘘なんですけど。そう。すごい今悪口言いかけたじゃん。そんなことないですよ、みんな見えてたけどね。幻、あおいちゃんさんありがとう。だるまとハート、どうも。はい、私だけ見えませんでした。うん、福岡から羽田に帰ってきた。あ、お疲れ。本当に美味しいもの食べ過ぎた。まあ、旅行とかはね、食べ過ぎぐらいがちょうどいいって言いますから。また来月行く。ああ、待ってるね。はい、楽しんでくれたようでよかったです。うん、こんばんは、こんばんは。そう、今日起こったことをすごい早口で言っちゃったから、まあそう、チャットにね載せようかなって思ったんですよ、とらわれのくまモン。そう、でもね、後ろに瀬取り貼ってあったから、そう、消そうかなって思ったんですけど、瀬取りだけなんかモザイクみたいなので。でもそう、消えなかった場合とか、なんかその消しゴムっていうかモザイクが取れちゃった場合どうしようって思ってやめたんですよ。そう、結構ね、真ん中から終わりまでの瀬取りが映っちゃってたから。そう、これはって思ってやめた。そう、いろいろ考えてね。あ、チャットといえば何の映画見たか教えてもろって。さあ、あの映画ね、昨日見たんですよ。そう、なんだっけ、本能寺ホテル見た。なんか現代からタイムスリップみたいなのするみたいな話ですね。
そう見たいなって思ってて、そうずっと見れてなかったからなんか見てみた。あ、今回フルフルと明太もつ鍋行ってきた。へー、いいじゃん。ワンピの映画まだそれはちょっとね待っててください。そう、でもあれやりますよね、呪術廻戦のあの映画やりますよね。あれやんないっけ、なんか劇場版みたいな、あの地上波でやるみたいなの違うっけ。そう、でもね、そう映画はめちゃくちゃ面白かったです。ちなみにみんな見るべき。あ、リベンジャーズがやるの、それは見てないからわかんないや。誰と映画見てきた、え、家だよ。家で見た。同じホテルかな。よかったよかった。そう、綾瀬はるかさんが主演のやつですね。面白かった、かわいいって思ったね。おお、走ってきた。呪術といえばサトルさん、そうですね。え、どうなりましたか？泣ける系、まあ人によっては泣くのかな、どうだろうって感じ。え、サトルさんボコボコ？まあでも死んではないんですよね。それまだなんか死亡フラグ立ったとかはないでしょ。それだけネタバレしていいですよ。うん、言っていいよ。え、いや、かなり怪しい。いや、多分逆転して勝つ。なんか全然違くない？まあ多分、まあでも大丈夫じゃない。ん、今日もじこうの焼きカレー食べてきた。いいね、私も食べたい。カレーいいね。まあいろいろですよね。それは人気だから無敵。まあね、人気キャラだから大丈夫かなって思うところはあるかな。最強だし。うん、でももう終わりそうなんですか？もしかして呪術廻戦。全然言えてなかった今。終わりそう。え、最終章とかですか？ワンピはね入ったみたいなの、あれ入ってないっけ最終章。それなんだっけ、セーラームーン昔見てましたよ。今やってるの？全然テレビでアニメとかはあんまり見ないから最近は。もうそうだから最近のアニメとかってなるとなんかリメイクされたやつで自分の知ってる作品とかしか見ないかも。んー、あ、今新作やってるんだし、セーラームーン。完結してなかったんだ。新アニメは今は見てないかな。なんか見たとしてもネットフリックスとかに上がってるのしか見ないかな。なんかリアルタイムで見るっていうのはなくなったかも、録画するとか。なんかだから東京リベンジャーズですっけ、それもね私見てないんですよね。そう、まあ最近見たアニメってなんだろう。でもそれで言うと、アニメか。
なんだろうね、ないです。なんか YouTube とか見るようになっちゃったから結構テレビ離れはしちゃったのかも。鬼滅は見てないな、見てない。うん、あれもね、でもあれはちょっと気になったんですけど、あの今更だけど進撃の巨人はねちょっと気になった。なんかネタバレみたいなのを見ちゃって、そこからなんですけど、あ、推しの子はね、あの漫画でちょっと読んだことあるよ。テレビ離れわかるね。なんかもう明日の天気とかそういうの見たらあんまりテレビ見なくなったかも。もういいやって思って見てないかな。うん、こんばんは、こんばんは。あ、うちにテレビないの？いやでもそういう人も多いんじゃないんですかね。今って結構テレビ離れうんぬんみたいなの言われたりするじゃないですか。そう、多い気がする。こんばんは、こんばんは、のんちゃん進撃名作だから見て損なし。あのね、漫画ではねちょっと読んだことあるんですよね。どこまで読んだっけ、なんかね、でも結構見た気がする。その時は忘れちゃったけどね。え、なんか巨人ってあれなんですか、なんかね、私からネタバレしに行くかもしれないんですけど、え、巨人って人間なの、あれ、もともと。なんかそのネタバレみたいなのを見たからちょっと面白そうと思って見ようかと迷ってる。スパイファミリーはねちょっと見た、漫画で。進撃の後半の畳みかけすごい。かわいい。妖怪ウォッチはねたまに見てましたよジバニャンとかわかるよ。だからウマ娘はねアプリでやってた。アニメは見てないですね。うん、プリキュアは今でも見てる。あー、プリキュアか。今のは見てないかな。昔のなんか本当にたまーにつけるぐらい。うん、サザエさんとかはね、うーん、でもあんまり最近見てないかな。なんか私ドラえもんとかも録画してたんですけど見なくなっちゃったかな。映画はたまに見ますけどね。クレヨンしんちゃん、あー、もう録画してた。前はコナン、コナンか。たまになんかあのアマゾンプライムとかネットフリックスで入ってたら見るかな。ドラマは見る。ドラマも見てない。ドラマ自体、ドラマこそ見てないですね。そう、なんか第1話とか逃しちゃってるから、それから話が分かんなくて。そう、大人になってからプリキュアとか仮面ライダー見ると意外と話深くて面白い。そう、分かる。なんかあの小さい頃だと理解できなかったのが分かるようになってて、あーってなるそう、かなー。なんかでもあれですよね、小さい頃見てたアニメとか見返すのは多いかも。よく分かんなかったのが分かるようになってるから。うん、かな。
うん、昔は小さい時は見てましたよ。今は見てないかな。やっぱり窓マギ？窓マギはね好きですよ。みやびちゃん的アニメベスト3ない？むずいね。でも1位か。そうね。でもよく見るのだとキングドラムと窓マギは見ますね。あとなんだろうな、弾丸論破とかもたまにアニメで見る。そうね、あと日暮らしとかも見る。そう、最近ちょっと前かやってたんですけど、ブリーチはね見てないんですよまだ。好きだけどね。ではブリーチも入れて。でも私漫画派だからブリーチは自分の好きなキャラが出てる時だけアニメで見る。そう、昔の番組大抵 YouTube で見れるからテレビなくて大丈夫。ああ確かに、なんか見逃し配信みたいなしてますもんね今。僕のヒーローアカデミア見る。ああ知ってる、ちょっと見ましたよ。それもでも漫画でかな、ジャンプ買ってる時に読んでた。浦原さんです。そうです。知ってるもんね。ね、ブリーチ面白い。あ好き。仲間増えた。もう私ねブリーチから入ったのでね、めちゃくちゃ面白い。過去編とか私好きだから、その時はアニメで見るかな。あブリーチ見てた人多いね。窓マギ全部。いいね。マールピングドラム懐かしいね。でも映画やってましたからね。ヨレイチさん、あ意外かも。そうね、あとあれも好きですよ。でもあれも漫画で読んでたかな。ワールドトリガー、ワートリーですね。面白い。あとちょっと見てたやつだと配給とかも見てた。今のブリーチのアニメ作画綺麗すぎる。そうなんだ。1位バートリー。あなんか意外かも。別の来るかと思った。へえ、バートリーはねいいですよね、面白い。でもなんかダイエットとかしてる時ってあんまり食べないから頭回らないじゃないですか。そういう時にワートリー読むとね何言ってるか分かんなくなるから。そうそうそう、ちょっとねそういう時は避けるかな。そうキャラがかっこいいとかそういうのは分かるけど、細かいその戦いとかになっちゃうとんってなる時がたまにあるから。その時は避ける。ブリーチとかもね、そう結構むずい時あるからね。泉グッズ探したけどあんまりない。あそうなんだ。そう私泉って人がね好きなんですよ一番。ソードアートオンライン、あ見てないな。今のアニメついていけない。全然大丈夫だよ。少年系好きなの意外。逆に少女漫画私読まないかな。そう昔はチャオとか買ってたけど、なんかその時あんまり理解してなくて買ってたと思う。なんか周りの子が読んでたから、まあ話のネタになるしね、読んでましたね。あポプテピピック好き。そうなの。私も好きよ。意外。嬉しい。なんかそうボブネミミミってあるじゃないですか。そうそれすごい見てた。懐かしいで言うとね、なんかラブ&ベリーってわかります？カードゲームの、すごい女性ならわかると思うんですけど、なんかファッションのコーデバトルみたいなのゲーム、あれのねなんかカフェやるみたいなの見て懐かしいって思った。7は読むべき。
あのね、ちょっと読んだことはありますよ。わかる。あ、よかった。そう、ラブ&ビューティーめちゃくちゃ好きそう、うん、初めまして。本当だ、初めまして、こんばんは。でも「チャオ」読むのやめちゃったから、そう「チャオ」から一気に「ジャンプ」までいった。ジャンプしてねみたいな感じでそうですね、今日もさえ渡ってますね。パルパルさん、ありがとう。なんだ今の、うさぎみたいなの、うさぎ、ありがとうほのぼのとしたアニメ結構見る。あー、え、ぼのぼのとかほのぼのだけにみたいなね、すごい今のはちょっとうまいんじゃないの、韻踏んでた感じですよね。ハト、あ、ハトなんだ、ウサギに見えた普通にありがとうございます。めちゃモテ委員長好きだった。あ、え、私もめちゃくちゃ好きだった。なんか気合いますね、趣味のところ。それはね、めちゃくちゃ好き。今読んでも全然楽しめると思う。あとあれ好きだったかな、少女系で言うと、なんだっけ、ど忘れしたわ。うん、なんだっけ、これだけは思い出したい。バラライカって曲があるやつ。あ、キラリンレボリューションか。すごい回りましたね、一気にな、ブワッて回りました頭そう、すっきりしたあれめちゃくちゃ好きだった。今でも歌えると思う。歌ってって言われたら歌いませんけどね。あれは好き。おじゃる丸は、まあ、見てましたよ。歌ってみ、歌わんね、懐かしいよね。ね、もやっとポール懐かしい、それも。うん、筆箱持ってたお邪魔じゃドレミ、あ、懐かしいね。好きですよ、でもお邪魔じゃドレミも好き。うん、あとなんだろう、少女漫画でも恋愛もの私あんまり見ないんでちょっとわかんないんですけど、シュガシュガルーンとか見てた。わかるかな、なんかチョコの、ま、なんか魔女みたいな、そうお話ですね。そんな感じ。あ、でもね、ドラマとかだと、あ、カードキャプターさくら見てた、見てました。ドラマだとね、スペックとか見てましたよ、トリックとか。そう、それは見てたかな。他なんだろう、何見てたかな。うーん、ドラマ、ドラマか、ドラマ、うん、みんなは何のドラマ好き？スペック面白い、あ、よかった、わかる人いた。そう、あれは面白い本当に。橋本環奈ちゃんのドラマ見てる。やってるんだ今。あ、今日最終回それは見てもわかんないねそのぐらいかも。でも話題についていけない
まあまあ頑張って。最近のブラシアップライフ、何それ、ドラマ？鎌倉殿ですか？あ、どうする家康。あー、それは知ってはいるけど見てないかな。極戦、あー懐かしい、それは見てた。最後に見たドラマ相棒え、でも、あー、あとドラマだとあれ好きです、孤独のグルメは好き。ブラッシュアップライフ、ライブ、へー、たかちゃん、かもなしさん、ありがとう、星ども。半沢直樹、あー見てはないかな。そのセリフとかはすごい流行ったから知ってるけど見てはない。もう本当になんか YouTube とかに映っちゃったって感じですかね。なんか最近あれだもん、ボディービルの大会の YouTube とかすごい見てる。で、花よりなんだっけそれ何見てんねん。いや別に見て悪いものじゃないですよ全然なんか筋トレしてる男の方とか女性の方の YouTube 見てる。何目指してるのあのね、私もそこに行けるようにね、あの卒業後はそう言ってなかったんですけど、卒業したらね、そう、ボディービルダーを目指していこうかなってそう、でもどうするの、私が本当にそう言って出てたら応援してくださいね。もう出場をねちょっと頑張ろうと思いますつまりパワー、そう言ってなかったんですけどね、夢っていうのはね。掛け声する、本当言ったねオリジナルの掛け声考えていきます。ツイッターに書いてくるやめてツイッターの思い出した、そう、ね、ね、やっぱやめとくこの話題は。うん、冗談に聞こえんそれはそれでちょっとあれですけどかなりね厳しいでしょ、だってあんなすごいね、増量とか減量とか途中で飲み込んでいやこれはね、ちょっとやめときますそうですね、ボディービルの人が減量後に食べる、あ、動画、あー分かる、なんかそういうの好きだな、私も好き、分かる。宮城うちや持って応援しますまあよろしくお願いします。でもそういう感じですね、ゲーム実況かそっちとかしか見ないかな今は。メイク動画とかも見るけどね、うん、ツイッター書きました、拡散お願いしますやめてくださいでもどうするんですか本当に現実になったら、言霊ですよ肩にジープ乗せんでねってわかんない、次のね国展とかで私その掛け声待ってるから、みんなからのなんか超絶可愛いミヤビーとかじゃなくて、もうなんか肩にちっちゃいジープ乗せとんのかいとか言われたいかもしれない
リツイートしました。ちょっとやめて。のお笑い系は見ますよ。ジェラードンさんとか見るかな。プロテインレビュー動画も見てる。見てる。プロテインはね、ほんとね、私買うなって言われてるんですけど、あ、今は買ってないんですけどね。そう、ボディービルダーになると違った意味で水着が見れる。まあ確かにね。まあね、おしゃれ系とかスイーツ系とか見てる。え、でも見てるっちゃ見てるよ。そう、メイク動画見てるから、そう、一応入ってるよ。好きなもの我慢するのすごい、ほんとすごい。プロテイン、そう、買うの禁止令出てますね今。もうすごい溜まっちゃったから、もう、でもプロテイン生活になってからね、あれなんですよ、遠出する時も持ってってるから、すごい消費してる。うん、そうですね、プロテインってね、お高いやつは本当に結構しますからね。プロテイン生活は強い。いや、結構ね、いけますよ。人間ね、全然苦じゃないですよ。それ、プロテイン生活。禁止が多すぎる。まあそんなもんでもないですよ今は。そうそう、ん、いやーってぶちまけたら早く消費できるで。それね、掃除がとんでもないことになるからね。そう、プロテインアイドル初めて聞いた新ジャンルですね。よろしくお願いします。プロテイン系アイドルです。でも本当最近のプロテインって美味しいからすごって思うもん。プロテイン生活して変わったことある？え、でもなんだろうな、余計なもの食べなくなったから、なんか肌とか褒められるかも。そう、肌は綺麗になったねみたいなのとか。ともちゃん推しありがとう。あとお金があまり減らなくなるよね。ファミチキも鶏肉だから実質プロテイン。まあ確かにそう言われたらそう。食べ物に余計なものない。ああ、まあね、確かにそう言われたらそうね。すみませんやんです。うん、でもなんかあれじゃないですか、運動とかした直後とか飲んじゃダメとか、なんかプロテイン飲むタイミングみたいな動画とかあるじゃないですか。そう、あれとか見たから、なんか3時間おきとかに飲まなきゃいかんのかなって思っちゃうもん。そこまでさすがにしてないけど、そう、肌いつも綺麗、嬉しい。ボディービルの人肌綺麗な気がする。あー、でも確かにもっと気を使ってるからじゃない、大会とかに出るってなるとね。うん、うんね、こんな感じかな。
ちゃんとビューティー系も見てるんでね代謝の良さは大事。ああ、私代謝いいから大丈夫。プロテイン何種類かローテーションするの？今メインで飲んでるのが3種類くらいあるかな。ドラマ「オードリー若林さんと山ちゃんの若い頃描いた『だが情熱ある』ってやつが面白かった」。へえ、なんか聞いたことあるような気もする、その題名。あるかな、ネットフリとかに。最近暑くて冷たいうどんしか食べてない。あら、ちょっと夏バテ？頑張って OS1 とかも飲んで。まあでもうどん食べれてるなら大丈夫なのかな。うどんか。ちなみにね、持ってるねプロテインの味はね、全然興味ないと思うんですけど言いますね。ソフトクリーム味とチョコと抹茶をローテーションしてます全然何の情報って感じなんですけど、あ、みやび今これ飲んどるんかなとか思っててください。あ、そうだ、それでそう思い出したんですけど、配信とかの話で、そう、明日、あ、今日ちなみに9時までやります。9時になったらいつも通り壇上読んでって感じでやります。よろしくお願いします。それで明日なんですけど、配信多分朝になるかもしれないです。また時間とかは決まったらツイッターでお知らせはするので、でも今からやりますって感じになったらごめんって感じかもです。バニラじゃなくてソフトクリーム味だと。そうなんですよ、そうそうなの、本当に溶けたソフトクリームの味がする。早朝、いや、そんな5時とかではないです。普通にね、多分8時とか8時半とか、遅くて9時。え、朝からミヤビームに会えちゃうんですか。そうなんですよ、会えるといえばテロップにも書いてあるんですけど、お話し会と受付中です。よろしくお願いします。今回の申し込みでもう最後になるので、本当に最後の最後になるので、よろしくお願いします。待ってます。承知、ありがとうございます。仕事してるから無音で見る、よろしくね。いい朝になりそうって言ってね、ちょっと朝しなかったら申し訳ないですどっちにしろ朝本当にやらないってなったにしろ、チャットとかメールで伝えるんで、ツイッターとかでちょっとスタンバイしててください。よろしくね。感じです。よかった、言い忘れるとこだったね。ということで言えたのでシール引きます。ちいかわ、ちいかわを引くわよ。はい、みやびちゃん朝に強い、弱い朝にはね、あ、ちょっと開けちゃったこれ開けます。朝からみやびを見るとどんな効果が、その一日がもっとハッピーになります。わ、すごい、あ、かぶってないですね多分。ん？1枚目がこれですね、8割です。かわいい。で
2枚目がシーサーですね。で3個目がこれみんな好きでしょ、モモンガ。で4枚目がなんかかぶったかな、わかんない、なんか見た気もするけどって感じでした。どうもー、これかわいい、モモンガのやつちいかわもいるし、私ちいかわ推しなのでかわいいですね。こんばんは。袋に入らない、どれも可愛いね。わかるって感じでした。どうも。すごい目にちょうど当たってた今ありがとう、ラッパみたいなやつどうもじゅんちゃん、こんばんは、こんばんは。4枚目好き？おお、私も好き。ね、漫画でも好き、結構好きな方でしたね。どうしよう、明日何時からにしようかな。でも多分8時とかかな、8時あたり、8時半あたりによろしくお願いします。スタンバイしてて。みやびちゃん朝ごはん食べる派？プロテインかって感じかな。でも朝ごはんは食べた方がいいらしいんで食べてる一応。お腹すいた？食べてないの？まだご飯。提案しましょうか？じゃあ夜食とかも提案しときますね。なんか私今めちゃくちゃ天ぷら食べたいんで、天ぷらで、お菓子はいつも通りじゃがりこでお願いします。でスイーツは何がいいかな、あ、シュークリームとかがいいですね。と飲み物はコーラでよろしくお願いします。プロテインの天ぷらでも作らないことなさそうね。アイスクリームの天ぷらってあるじゃない、シュークリームにコーラ入った感じ強いわあわあ頑張ってください。プロテインだとすぐ取れていいし忙しい朝でもいいね。そうなんかバタバタしちゃうからもうプロテインだけジャッて入れとく。あ、でもコーラあれでいいですよ、ゼロでもいいですよ、ゼロカロリーコーラ。うん、まあでも和菓子もいいな、どら焼きもかです。和菓子の方がね脂質とか少ないしいいんじゃないって YouTube で教わりましたそう和菓子だと大丈夫みたいな。まあ量はあれですけど、うん、まあ
みよびちゃん推しになったらもう卒業発表してた。うん、まあでも卒業までの間応援しててください。どら焼きある、ああいいじゃん。黒酢？後でコンビニ行こう。いいね、いいじゃん。あ、でもなんかあれ食べたいんですよ私。あのなんかマツコの知らない世界でやってたんですけど、特集でコーヒーゼリーの世界みたいなのやってて、そこからねちょっといいなって思ってるんで、コーヒーゼリーも可です。どら焼きさっき配信見ながら食べてた。でもいいじゃん、なんかドラえもんみたい。かわいい。コーヒーゼリー好き。ああね、男性ね甘いもの苦手って方はコーヒーゼリーとかならいけるんじゃない。いいね、私も好き。アイスの層がある、まあ許しましょう。いいですよ食べても。私がね握ってますね選択権を。喫茶店のコーヒーゼリーっていいよね。あーなんかちょっと昔ながらの喫茶店とかのやつ、自宅では作らないようなね。コーヒーゼリーは作ったこととか作ってもらったこともないかな。ゼリーとかはあるけどコーヒーゼリーってなるとないかな。うん、喫茶店でよくカレー食べてた。あーなんかいいですね。そう、じゃあちょっとショールームももうすぐ終わっちゃうと思うんで、そうあの最初に言った雲の話に戻るんですけど、そう私一人でビビりすぎちゃって、その後会ったリナに言ったんですよ。なんかこのぐらい大きい雲いたんだよみたいな話したら、なんかすごいなんか倍返しされて、なんかその雲って結構なんとか雲でしょって言われたんですよ。その時特徴を伝えたら、そう、そしたらなんかやつを食べてくれるから倒しちゃダメなんだよって言われて、へえと思った。そうまた昆虫の知識がね増えちゃったんですけど、意図せずね。そうダメらしい。いいね。ありがとう犬猫さん。そうですね、そいつが、あそれだ、アシダカグモだ。そうそれって言ってた。詳しいと思って、うん、そう、ほんやつを食べるんから、このここにはねあれがいるんだよみたいな言われましたね。やつが、子供の頃コーヒーゼリーの美味しさなかなか気づきづらいよね。あー確かに苦いもんねコーヒーね。ハエとかも食べるんだ。足高グモは最強のやつハンター、そのシーン見たことある。キャーゾワーってした今。無理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 。そうやつ食べるらしいよ。へえ、ハエも食べるんだ。うわー、そう糸でなんかプラーンって下がってきてた私が見た時は。でもう一回リハ終わってから見たらいなくて、そうすごいびっくりしてる。もうどうしようカバンの中に入ってたりしたらって思って、そうもう私カバンの中に昆虫とかいたらわしわしって言っちゃった。すごい別人格みたいなのがね。さあ泡吹いて倒れちゃうから本当に、そう失神しちゃうから。嘘ですけど怖っ。
いた。すごいあれですね、なんかなんかね、すごいファイトってがん、なんかすごい応援された気分になった今。ありがとうございます、イグネコさん。みやびちゃんはね、小さい虫も苦手ですね。そう、え、アシダガクモが1匹いると1、2ヶ月でやつがいなくなるって言われてる。へえ、バルさんみたいな感じだね。はあ、わ、卵が破れてわやわやってちっちゃいのたくさん出てきたので、あー、ひー、怖い怖いけどちょっと聞きたくなっちゃう自分もいる。そう、新しい小話仕入れてない。あ、全然仕入れなくていいです、そこ頑張んないで。そう、そこは頑張らなくていい、本当に。私蝶々苦手なの。そう、あのよく見たら結構なんかファンシーな感じで可愛いんですけど、そう、昔はね蝶々だけは大丈夫だったんですけど、なんかよく見たらちょっとグロくないですか。グロいというか、なんかね結構こう見るとね、そうちょっとうんってなるからね。何を頑張ればいいんだね。今ね、生きることを頑張ってください。昆虫の小話とかはねいらないですよ、全然そこは頑張らないで。お仕事とかね、お仕事とか頑張ってください。モンシロチョウだけ許せる。いや、ちょっとそういうのもないですね。そう、チョウチョウ意外と顔怖い。そうなんですよ、私ね、トンボとかも苦手でね。トンボとかチョウチョって結構なんか予測不能な動きするじゃないですか。で、なんかトンボとかってビューンってくるから、そう、怖い。そう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 、不規則にひらひらこうなんかこっち行ったかと思えばこっちにいるみたいなの、そういうのがちょっと。わかる。なんか一歩譲って蝶々は OK だとしても、蛾は本当に無理。テントウムシはセーフ。いや、テントウムシとかはちょっと無理かな。なんか初恋バタフライして、いや、そういうわけじゃないですよ。これがテントウムシだとすると、なんかこうパカって開くじゃないですか、羽とかがキャーってなる。本当にもう本当に無理なの。そう、なんかその閉じてるとこはね可愛いかもしれないけど、水玉模様みたいな感じでなんか怖いよね。今手汗すごいかいてるもん。なんでこの話したんだろう、私また。うん、でも飛ぶのが無理。そうそうなんですよね。っていうことでね、虫の話してたらね、あっという間に時間過ぎちゃった。9時です。はいはい、読みます。誕生、ダンゴムシはめちゃくちゃ苦手。無理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 。石とかどけたらわっているやつでしょ。怖いって、本当に。はい、13位はリュウジさん、12位はクニヤキさん、11位は NZF さん、10位は姉子、9位はカナリアさん、8位はヤスーさん、7位はミヤオイさん、5位は、6位か、ごめん、6位はともちゃん、5位はタカちゃんカモナイスさん、4位はポッキーさん、3位はパルパルさん、2位はたかゆき、1位はイグネコさんでした。おめでとうございます。虫の話ばっかでごめん。でもそのぐらい驚いたんです。おめでとうございます。書きます。どっちだっけ、乾いてないペン届かない。
た気がする。そうまだね捨ててないんですよね。あっペン落としちゃった。まあ多分こっち。あなんか書いてほしいのあったら教えてください。お任せだったらあの蝶々とかあの昆虫以外でよろしくお願いします。持ち金、あーいいよ。どういうのだっけな、目どういうのだっけ。1234566みやびよりこんな感じ。そう持ち金のね巾着は持ち歩いてるんで、あなんか陰踏みました。そうだからね覚えてますよ。結構手足は結構細くて長いんですよね。でなんかお目こんな感じだったような気がする。縦長だったような。飛ばそう。はいできました。おめでとう。なんかちょっと違うかも。まあ色ついてないからね違うように見えるのかもしれないです。おめでとうございます。うまい。あよかった。ツインテールちゃう手やそれは。はいおめでとうございます。ありがとうございます。 OK です。よかった。こんな感じです。おめでとう。おめでとうがらしということで、はいおめでとうございます。1位ダンジョンに上がってるみんなもおめでとうございます。見てくれた方もありがとうございました。はいありがとう。お疲れ。ありがとうじゅんちゃん。それじゃあおやすみやび。明日のことについてはまたツイートとか明日かなすると思うんでよろしくお願いします。それじゃあおやすみなさい。バイバーイ。